第 20SS 武装的団兵士団は、第二次世界大戦中のナチスドイツ武装親衛隊の士団。主にエストニア人義勇兵によって構成された。この士団は1944年5月25日に創設され、終戦までソビート赤軍と戦った。1940年6月16日、バルト海に面するエストニアは、ソビート赤軍の侵略を受けた。 6月21日までにソビエト赤軍はエストニア占領を終了させたが、それはエストニア共産主義者による革命をソビエト赤軍が支援したという形で正式なものとなった。しかし、約1年後の1941年6月22日、ドイツ国防軍はバルバロッサ作戦を発動し、ソビエト連邦領内への侵攻を開始した。 八区の勢いで進撃するドイツ軍部隊はやがて、バルト三国にも到達したが、エストニア人はドイツ軍をソ連の抑圧からの解放者と捉えて歓迎した。しかし、エストニア領内からソビエト赤軍部隊が一掃されて一時的に、エストニアの独立回復は叶ったものの、後にエストニアはドイツ軍の占領下に置かれた。ユーリウルオツ1944年1月、 東部戦線全域において、ドイツ国防軍は、ソビエト赤軍の大攻勢の前に後退を続け、東部戦線北部のドイツ軍部隊も、エストニア国境まで押し戻されていた。そのため、ドイツ軍当局は1944年1月31日、エストニアにおいて、母兵を行うことを発表した。2月7日、ユーリウルオツは、エストニア独立を保持するために軍を動員することを、 ラジオで演説した。そして徴兵された3万8000名をもとに、第 20SS 武装的弾兵士団の編成が始まった。第 20SS 武装的弾兵士団は、第3エストニア SS 義勇旅団が、士団の機関となり、さらに東方大隊、第287警察不評連隊、エストニア人で編成されていたフィンランド軍、第200不評連隊らが合流した。 MP40 を装備する、四団兵。左袖に、部隊将が見られるナルバの戦いで戦闘中の、四団兵1944年2月8日、第 20SS 武装的弾兵師団は、第 3SS 装甲軍団に所属し、ナルバ共闘歩の防衛を命令された。ナルバ共闘歩は、北方からソビエト赤軍の攻撃を受けており、ドイツ第9。 第10空軍や戦士団が防衛していたが、激戦によって、彼らは、士団長を含む多くの将兵を失っており、第 20SS 武装的団兵士団が、その残存部隊と交代することになっていた。2月20日、戦線に到着すると同時に、第 20SS 武装的団兵士団は、ソビエト赤軍の共闘法を殲滅するよう命令された。彼らは9日間にわたって、 激戦を繰り広げたが、最終的に、ナルバ側の対岸へ、ソビエト赤軍を押し戻し、戦線の立て直しに成功した。1944年5月、師団は、前線より引き上げられ、第 5SS 装甲師団、ーキングに所属していた、エストニア人部隊である、SS 義勇装甲的眼兵大隊、ナルバを、偵察大隊として吸収し、再編成を行った。その頃、 ドイツ軍へのエストニア人の徴兵はかなり順調であった。1944年の春までに第 20SS 武装的団兵士団に所属した約1万5000名を含めた約3万2000名のエストニア人がドイツ軍へ配属されていた。1944年7月25日、シュタイナー SS 大将は、ナルバシ製法の防衛線であるタンネンベルク線への交代を 第 3SS 装甲軍団の各部隊に通達した。第 20SS 武装的弾兵士団は新しく築かれた防衛線の丘に配備され、その翌月までこれらの丘をめぐって、ソビエト赤軍と激しい攻防戦を行った。後にこの戦いは、青い丘の戦いとして、エストニアの歴史に残ることになる。1944年9月中旬、第三帝国総統。 アドルフ・ヒトラーは、エストニアのドイツ軍部隊の交代を許可した。この時、自分たちの故郷を守ることを願い出た、エストニア人将兵たちは、ドイツ軍での任務から解かれて、エストニアに残留することが許可された。大勢の将兵がこれに応じ、そして他のエストニア部隊と共に、ソビエト赤軍と戦った。その後、一部将兵は、反共ゲリラ、森の兄弟となり、 森林地帯へ潜伏した。これによって、第 20SS 武装的弾兵士団は一気に弱体化し、彼らは再編成のためにノイハンマーへ移動した。1945年、第 20SS 武装的弾兵士団は、オーデルナイセ戦に配備されたが、ソビエト赤軍の攻撃の前に、ドイツ軍防衛戦は押し戻されていた。その後、師団は大シー軍団と共に、 オーバーグローガウファルケンベルク・フリートベルク地区でソビエト赤軍に包囲された。彼らは3月17日に突破を試みて失敗し、再び包囲されたが、その後は突破に成功した。1945年4月、シダ団の残存兵は、コルトベルク周辺の南地区へ移動、降伏をソビエト赤軍ではなく、西側連合軍へ行うために西へ移動した。士団は、 ライヒエンベルク、アンナベルクの山で退却中、ソビエト赤軍に包囲され、降伏した。第 20SS 武装的弾兵士団に勤務したエストニア人義勇兵のうち以下の4名が対戦中に騎士鉄十字章を授与されている。ありがとうございます。